半球半神東方グループ東方、国際放映国際放映株式会社は、東京都世田谷区木の谷本社を置くカシスタジオ業、放送番組の制作を主力事業として、映画制作も行っている会社である。東方の子会社であり、半球半神東方グループの一社である。旧、新東方の後ろ身の一社であり、そのことから旧、新東方作品の著作権の大半を保有している。 同作品が DVD で発売される場合、名画座で再上映される場合など、二次使用の際には、著作権者として国際放映の名が記載される。1970年代の初めまで、アニメ制作会社の東京ムービーを参加に置いていた。国際放映制作による作品は、基本的にシュールな作劇、描写が多く、古典物時代作ながら、特撮を多用した、最有機。 サルトビサスケや、銃撃戦メインのハードアクションながら、特撮カテゴリーとして扱われている、ワイルドナナなど、いろいろ実験的な作品を量産した。また、忍者舞台月光の主演だった、水木城を他社作品よりも優遇していた。また制作現場で与えられた台本や演出プランを、その場のテンションで改変、導入していくケースが多く。 結果的な破天荒な作品に仕上がることも少なくなかった。石井テルオなど旧新東方出身の監督も二時間サスペンスを中心にテレビドラマを制作していた。火曜サスペンス劇場、土曜ワイド劇場、東海テレビ制作昼の帯ドラマなどの制作プロダクションの一つでもあった。東方系の制作プロダクションとして少数の映画作品を発表している。 ありがとうございます。